津南町の苗場山麓ジオパークに来ています。まずは旅の拠点のナジョ門にお邪魔します。ナジョ門には地形の模型や津南町で出土した縄文時代の土器などが展示されていて、ガイドツアーの始まりの場所になっています。どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。苗場山麓ジオパーク認定第1号のベテランガイド小島隆夫さんに案内していただきました。早速向かったのはナジョ門から車で20分のところにある絶景スポットです。これが顔の展望台ですよ。あ、ね、これですか。もうすごい絶景が広がりますね。 天空の、ね、展望台ですから。展望台がちょっと浮いてるみたい、ね、川の展望台では津南町を一望することができます。目を引くのはあの段々になっているこの地形もちょっと面白いですね。そうでしょう。これがね、河岸段丘なんですよね。あ、はい、津南町の河岸段丘はこのように9段の段丘を見ることができます。通称ね、日本一美しいって言って今あの自慢してるんですけども、大きな段が一目で見れるっていうのは全国まれな場所でもあるということですね。大地の隆起、気候変動、川の浸食などで40万年もの歳月をかけ年代ごとの段丘ができたということなんです。ジオパークはですね、その現地で実際に体験をしながら地形の成り立ち、暮らしてきた人たちの生い立ち、そういうものを直に、学ぶという場所ですね。次はそんな自然を近くで体感できるスポットです。入りましょう。用意していただいたのはスノーシュー、ね、まだ雪の残る津南町で春に楽しめるスポット水間公園に向かいます。どうですかね。もうそのまま歩くよりは楽なはずですよ ね。そう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 。真っ白な雪原の中を踏み進め到着、はい、ここがね、通称石落としっていうね、崖ですよ。もう一面絶壁、長い絶壁です ね。公園から見えたのは高さ330メートル、幅はなんと1キロの崖です。30万年前の苗場山の溶岩が冷えて固まりひび割れたような形になる柱状節理が見どころです。石落としという名前の由来にはこの時期起こる現象が関係していました。春先になるとその雪崩とともにその柱状節理がこう欠けてガラ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 と音を立てて落ちるんだそうなんですよね。石が落ちることから名前がついているんです。今年は例年よりたくさん落ちているということで落ちた石がこんなにたくさん崖の下に溜まっていました。そしてこの時期公園では植物に触れる体験もできます。ちょっと触ってみてみてください。どんな感じします、はい、すごく冷たいですね。でしょう、はい、今ねこのグラヌキがねこれから芽を芽吹くために一生懸命大地から水をね吸い上げてる時なんですよ。中に水が流れていることでひんやりと感じました。またブナの木の中でかすかに音が。ただ立っているだけに見える木もしっかりと生きていると実感することができました。ここがねすべすべしてるんですよね。そうですね。自然を堪能したところで次は
歴史を感じられるスポットです。公園の近くにある水間不動尊は、平清盛の家臣が壇の浦の戦いで敗れた後、神のお告げを受け、平家の守護神不動明王を安置したとされています。参道の脇には荘厳な滝が。この上流の方からの湧き水なんですよね。水年齢が6、7年って言われてますけどね。6、7年ですか、はい、湧き水は長い間溶岩の下など津南の大地を巡って、雪解け水などと一緒にここに出てきているんだそうです。また不動明王は目に御利益があるというので、私もお参りしました。目で言うと近視と乱視が結構ひどいので、良くなるように祈願したいと思います。はい、良くなると思いますよ。はい、はい、お願いします。最後は番外編。ジオパーク最も奥、長野県の栄村まで足を伸ばしました。到着したのは何の変哲もない川ですが。そうです、川なんですよ。ちょっと触ってみてください。え、この川ですか。はい、冷たそうだけど。どうどうです、あったかいね。じんわり人肌くらいの暖かさで気持ちいいです ね。そうでしょう。こちらは切明温泉といって無料の天然温泉です。河原を掘るとこのように温泉が出てきます。せっかくなので私も自分だけの温泉を作ってみました。じゃあ入りましょう。入りましょう。どうですかな。暑そう。こんな暑いですか。はい、ここすごい湧いてるのかな。源泉は50度以上で川の水で調整するのがおすすめです。改めてチャレンジ。すごい、ちょうどいい。すっごい気持ちいいです。あー、よかったよかった。じんわり、あったかさがちょうどいいですね。まだ雪の残る景色の中、足湯でくつろぐことができました。温泉が出るなんてね。最後に小島さんにジオパークへの思いを聞きました。ずっともうここに住んでるんですけども、はい、改めて津南町の歩んできた道なりこう知ってくると、まだまだ物事知りたい、うん、まだまだ津南町ね、あるじゃないの、いいところがいっぱい。自然の素晴らしさ、この苗場山麓の魅力を発信していきたいと思います。